どうも皆さんこんにちは、プリッツです。ということで僕の夏休み3の5日目やっていきたいと思います。久々のラジオ体操だ。1,2,3,4 トゥーントゥーントゥートゥーントゥルルントゥートゥーントゥートゥートゥーントゥントゥントゥ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 トゥン。早いな、やっぱ短いなラジオ体操。ちょっとこっちを見る緑。お、トウモロコシ。今月の末に皆既日食があるらしいな。そうなんだ。皆既日食、皆既日食、漢字が違う。そういえば月末に来るって言ってたコンベヤの修理また伸びるってさ。コンベヤってなんだろう。またかよ。では、急なんだよな、いつもいただきますの合図が。急にいただきますするからね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はみんなで川に泳ぎに行くんだ。俺も行こうと。ダメよ、深いところ危ないからね。振りかな。分かってるよ。盆を過ぎると水がしゃっこくて泳げなくなっから、今のうちにとっぷり泳いどきな。しゃっこくてって言うんだ、冷たいのこと。よし、じゃあ俺もちょっと川に行こうかな、せっかくだから。え、今日も暑くなりそうです。 T シャツを脱いじゃいますか。え、そんなのできるんだ。はい、おー、 T シャツを脱ぎました。せっかくなので靴も履かないことにします。着替えをしたくなったら四角ボタンで。あー、そうなんだ。へー。でね、なんか昨日さ、ガラスのなんかあれ行ったじゃん、なんかめぐみお姉さんみたいな人が働いてるとこ行ったじゃんか。なんかね、あそこに靴を履かずになんか裸足で行ったらなんかちょっと面白いことが起きますよっていうのがねコメント欄にあったんで、ちょっとね今回それを試したいなと思います。まあ、その前にね、いつも通り、牛牛号の世話と、あとね、ツバメの生存確認をしようかなと思います。おじちゃん、この機械は何？なんだろ、これ。これはネワラや糞を運んで、一箇所に集めてくれる機械なんだ。こんなちっちゃいのに、そんなことできるんだ。冬は凍って使えないこともあるけど、それ以外の季節はすごく便利だよ。そうなんだ。出したネワラや糞は、外で発酵させて肥料にして、牛が食べるデントコーンの畑に入れる。嫌だねそれ。自分要はさ、自分の糞で育った食べ物を食べてるってことでしょ。サイコパスじゃない？大丈夫？今日は緑いないんだね。僕くん、はい、うちの牧場の牛さんたちの名前教えてあげようか。教えて、うん、教えて教えて。これはフランソワ。フランソワって言うんだ。笑い顔がとっても可愛いの。フランソワ。牛が笑うの。笑うことあるの？そうなんだわ。あ、首振ってる。牛は水を飲んだり変わった食べ物を食べたりするとニカーッと笑うことがあるんだよ。絶対嘘だ。あ、笑ってる。フランソワ、リボンに、あ、名前忘れちゃったこの子。この12歳の牛さんの名前忘れちゃったけど、でこれにフランソワね。なるほど。じゃあ牛牛号の世話をしとこうかな。よいしょ。よし、これをスペシャル牛牛号にあげればいいんだ。そうだそうだ。なんか上半身裸だとなんかちょっと違和感あるねやっぱり。はい、ミルクだよ。スペシャル牛牛号はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。いっぱい飲めよ。もっと飲みたいんだよね、まだ足りないから。今日はちょっとリボンから見ていこうかな。絞れるかな。あ、出る。あれ、ミルク出な、なんかミルク全然出ないね。牛ってもしかしたら赤ちゃん産んだら出なくなるのかな。普通逆だと思うんだけどね。普通赤ちゃん産んだら出ると思うんだけど。よし、とりあえずこんなもんかな。綺麗だね。どうやら今日の分のミルクは全て出してしまった。これを牛牛号にあげると。お腹空いてた？スペシャル牛牛号はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。たくさん飲めよ、でっかくなるんだぞ。もっと飲みたい。3回目はね、昨日確か2回目までしか行けなかったから3回目行けるのかちょっと試してみたいと思います。ここで優しくぐるぐるマッサージ。え、左スティック回転させる。なになになに、これ何、これでいいの。何このプレイは。何何何何、フランスはどうした。あ、乳搾りできるようになった、優しくね。なんかあんなマッサージとかしてから出したりするんだミルクを。とりあえずこのなんか短いね。
まだ出るんじゃないの？あ、もう出ないんだ。オッケー。じゃあさよならして3回目あげていこう。ウシウシゴ、3回目のミルクあげるよ。はい、ミルクだよ。スペシャルウシウシゴはかなり一生懸命ミルクを飲んだ。たくさん飲むね。すごいな。もっと飲みたい。マジで？まだ飲むの？本当に飲めるのかな。ここら辺いけるかな。あ、マッサージしたからか知んないんだけど2回目も出ましたね。これはたくさん飲ませれるんじゃないのか。 OK、 とりあえずこんなもんかな。すごいね、これで4回目だからね、飲ませられるのかな。ウシウシが持ってきたぞ、ミルクだ。お腹空いてた？スペシャルウシウシ号はかなり一生懸命ミルクを飲んだ。どうなるんだろう。かなり大満足。 250cc だから今の牛で 1000cc もミルクが出たってことだよね。 OKOK、 じゃあいいや、もうこれ以上はあげないでおこう。ツバメは大丈夫かな。お、なんか一匹ちょっと、あ、ヘビがいる。待って待って待って、どうすんのこれ。え、落ち着かないとね。どうすんのこれ。深呼吸。深呼吸大事。やっつけぞ、頑張ろう。え、見に来ててよかった。え、釣り竿でやるのそれ。えい、やあ、やった。あ、それでいいんだ。僕くん強いな。大丈夫かな、これでもう来なくなるのかな。でもよかった、確認しに来てて。やられてたかもしんないよね。いや、よかったよかった、いいことしたわ。オッケー、じゃあちょっと川に行こうか今日は。まあ、時間何時かな、12時前。オッケー。あのね、ここのね、ここ先行ったとこに、あ、え、なんかみんな泳ぎ満々じゃん今日。どうしたの。なんかね、ここをね、丸ボタンで押すとなんかザリガニがゲットできるみたいな書いてて。やった。お、ほんとだ、すごい、ありがとう。ほんとにゲットできた。中くらいのザリガニ。あ、大きさとかあるんだ。真ん中の板はどうなんだろう。よいしょ、やった。毎回いるんだやっぱり。お、大きなザリガニ、やった。せっかくだから一番端っこも見とくか。何もいない。へえ。なんかバケツ持って、みんなザリガニ探してんのかな、もしかして。もう2匹もゲットしたけど。僕くん、 T シャツ欲しいかい？あ、欲しい。なんで？なんか去年は着れた服がだんだん入らなくなってきたんだわ。へえ、でかくなった。背が伸びてんのかな。そうだね、背が伸びたからだろうね。何か聞きたいことあっかい？急に？別に何もないよ。じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。オッケー、ありがとう。で、ハヤトだよね。ハヤトくん。おい、お前。なんだよ。俺らのザリガニ取るんじゃねえぞ。2匹も取っちゃったよ。ザリガニなんてどこにいるの。2匹取ったけども、もう取ったんだけどな。このドブ板をめくったとこさ。あと、そっちの木にクワガタがいるけど、たくさん取んなよな。どうやったらたくさん取れるの。なんか甘いものを木に塗んの。あ、これも書いてたね。なんか蜜みたいな。台所にある砂糖を溶かして、砂糖水を作っておいで。そんなのできるんだ。なあ、僕ちゃん。何か俺様に聞きたいことあるか。別にいいかな。また用があったら話しかけてくれよ。いいね。でも砂糖水作ってこの木に塗ればいいんだ。とりあえず。オッケーオッケー。お、ちょっと待って、みちちゃんも、やばい、水着姿じゃん、みちちゃん。ちょっと見れないよ、これ。凝視できない。でも喋りかける。みちちゃんは泳がないの？泳げないの。あ、泳げないんだね。かわいいね。緑どこにいるんだろう。あ、緑いた。あ、緑も水着姿なってる。喋りかけてみよう。今日から5日間はみんなで川遊びの日なの。5日間も川で遊ぶの。水泳大会をやってるんだ。へえ。これって水泳大会だったのか。そうよ。あ、男の子2名はこの階段の上の方を探すと多分どっかにいるからね。あ、見たよ。もう会ってきたけどね。うん、ちょっと石投げやってみるか。せっかくだから、よいしょ。3?3?3? たった3回しか。マジで？この前4回跳ねたんだけど。まあ、いっか。ちょっとどうしようかな。砂糖水作りたいけどね。時間は1時か。早いんだよな、意外と。ここ船のおじさんはまだいないようだね。間違えた。
とりあえずじゃあ昨日のめぐみちゃんのお姉ちゃんの、めぐみちゃんのお姉ちゃんじゃないね、めぐみのお姉ちゃんの仕事場に行こうかな。上半身裸で自然を駆け回る僕くん、いいねこれは。あ、今日も空いてるね。やっぱりもうずっと空いてるのかな、ここは。これ裸足で入ったんだっけ。めっちゃ怒られた。入れないのこれ。あ、靴履けるんだ。靴もらえた、ラッキー。ごめんなさい、めぐみのお姉ちゃん。ね、こっちの大きな箱は何に使うの。え、それは作ったものをゆっくり冷ますために使う除霊釜さ。徐々に冷ます釜って書いて除霊釜って言うんだ。そのままだね、それだけ。ガラスはゆっくり温度を下げていかないと割れちゃうんだわ。そうなんだ。でも除霊釜を使えば一晩かけてじっくり冷ますことができるってわけさ。へえ。ガラスはゆっくり。なるほどね。でちょっとここ上がって、これ扇風機とかは触れないよね。お姉ちゃんの部屋何にもないかな。ふかふかのベッドがある。なんだかいい匂い。やめろやめろお前、犯罪臭漂ってるぞお前。勝手に人んちの、あ、これこの前見たね。何にもないかな。じゃあちょっと一回砂糖水作ろうかな、せっかくだから。で次の日に見に来ればいいのかな、朝方とかに来ればいいのかな。多分こっちから行けたんだよね。もう夕方か。早いな、マジで。よいしょ。台所にとりあえず行こっか。お風呂は絶対に入りません。あ、お母さんいるな。ちょっと台所の砂糖水。砂糖をまずゲットしなくちゃいけないんだよね。しっかり確認した。え、砂糖ってどこにあるんだろう。ちょっと待って。最新型のかっこいいガスコンロ。あ、これもしかしておばちゃんがいないときに来なくちゃいけないのかな。おばちゃん、鶏の卵を取ってきてよ。そうそう、そういえば、え、結構前じゃないそれ取ってきたの。産みたてじゃないよ、産みたての卵じゃないよ。明日の朝ごはんに出してあげるからね。ありがとう、やった、楽しみだな。僕くん、晩ごはん楽しみにしてる。楽しみ。じゃあ晩ごはんのメニューを当ててみようか。あ、これもコメント欄であったんだよな。なんか今日の晩御飯は何でしょう。そうそう、こんな感じで晩御飯のクイズがあるんだよね。熱々をすすって食べる料理です。ラーメン、ラーメンじゃない。じゃあ当たるか外れるかわかんないけど、あ、楽しみにして待っててね。ここでは答え言ってくれないんだね。いいね、よし。砂糖水の作り方わかんないな。多分だけどおばちゃんがいない時に来ればいいんだよね。うん、なんかそんな気がする。こっそり砂糖水溶かすんだと思うんだけど。卵ないかな、今日は。卵ないんだね。お、なんかあった。ジェットサイダーの王冠。ちょっと俳句のおじちゃんに喋りかけてに行こうかな。やばい、ちょっと待って、これもう時間ないかも。行けないかもね。あー、こっちじゃないな。あー、やばい、道間違えた。やばいやばい、これ。え、え、ここ行けるんだ。いろんな野菜が育っている。へえ。まだ食べ頃にはなってないようだ。間違えて丸ボタン押しちゃった。そうなんだ。あ、今日俳句のおじちゃんとか行けないね。多分6時におじちゃんが迎えに来るから、ここのコンベアから近道すればなんとかなるかもだけど。あ、これ一方通行なんだ、そういや。あー、ダメだ、今日マジで行けないな。下に敷いてあるネワラは小麦の殻だよ。いらなくなった小麦の茎のところなんだ。うんうん。あ、こんなところにいたんだ。マジか、俳句のおじちゃんとか行けなかったな。なんか今日早くない？なんかさ、僕夏がさ、だんだん早く感じるんだけど、終わるのが。気のせいかな。早かったね、今日。一段と。僕、ツバメのヒナを救ったよ。蛇が来てたんだ。蛇から救ったんだよ。大丈夫だったか？うん。まだ無傷で5は残ってるね。なかなか偉いぞ、僕くん。俺のおかげだ。ちょっとだけ見直したわ。ありがとうな。じゃ、いただきまーす。いった、あ、ちょっと待って、ラーメンじゃん。やった、当たってた。ラーメンだったね、正解だった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しいラーメンだ。皆既日食もう楽しみだな。あそこって
夜にはいないのかな、おじちゃん。俳句のおじちゃん。おばちゃん、今日はどうだった？今日はうちの家計簿をつけてたの。またか。いつもつけてるな。食費がかかるな。僕がいるから。そうよ、その代わりたっぷり働いて帰ってね。僕くんのせいなんだ、やっぱり。僕がいるから。ちょっとね、めぐみのお姉ちゃんの家に行きたい、この時間帯に。本当は昨日行きたかったんだけどね、行けなくて。ちょっと待って、これね、近道しないといけないからね。こっちか、こっちから行けばいいのかな。大丈夫かな。あー、オッケーオッケーオッケー。ここの階段降りてこっち行くでしょう。もう道も結構覚えてきた、マジで。で、このコンベアの下通ってこっち行って、そうそう、ここだね。2日前に来たんだけどね、昨日は行けなかったから、ちゃんと挨拶しとこう。こんばんは。どこに、あ、ここにいるんだ、やっぱり。お姉ちゃんってこんなところに一人で住んでて寂しくないの？うん、大丈夫だよ。絶対寂しいよ。彼氏もたくさんいるよ。嘘つけ。そうなんだ。たくさんいたらダメだろ。人間じゃないんだよね。あ、そういうことね。ガラスなのかな。あ、何かを成し遂げて。あー、これね。オッケーオッケー。まだ成し遂げれてないってことだよね。何にも。ここのさ、お姉ちゃんのさ、家の砂糖を使ったらダメなのかな、逆に。まあでもこれ以外何もなさそうだね。ちょっと今日はどこまで行けるのかやってみたいね。なんか夜に。あ、でもこっち閉まってるんだ。そうそうそう。ここ閉まってるから何もできないんだ。コンベアつけまして。ベルトコンベアに乗ると。わーい、やったやった。オッケー、勝手に止まってくれる。ツバメは大丈夫かな。なんか夜とかに来そうなんだけど。あ、大丈夫だね。オッケー。時間は10時前、9時半。もう寝なくちゃいけないかな。部屋に行かなくちゃ間に合わないかな。間に合わないっぽいね。こっち行きたかったけど。まあでもとりあえず今日はこんな感じかな。よいしょ。ここの水道水、あ、回せるんだ。あ、足洗うんだね。靴履いてなかったからね、ちゃんと洗わないと。水を出して足を洗った。ちょっぴり綺麗になった。まあもう何日も風呂に入ってないから、綺麗になったとしても汚いんだけどね。実際、男同士の話をしようじゃないか。おじちゃんは北海道のどこが気に入ったの？空の広さかな。空の広さ。ツバメが住んでるけど、あの子たちは5月の連休頃にこっちへ来て、8月になると南へ帰るんだわ。あ、そうなんだ。で、ツバメと同じ時期にふらりとやってきて、そのまま居座ってしまったのがこのおじちゃん。んじゃ、ツバメなんだね、おじさんは。ツバメおじさんって呼ぶね。おじいちゃんが生まれた頃からもうここで牛を飼っていたの？いや、昔は畑だけさ。へー。あと季節になるとニシン漁の手伝いも行ってたさ。昔のニシン漁はすごかったんだ。ニシン漁がわかんないな。網が船に上がらなくなったり、船が沈没したりしてたんだ。あのニシンも昭和30年頃からぱったりと取れなくなっちまった。そうなんだ。平和でいいな、北海道。あ、ちょっと待って、久しぶりに挨拶しとこっと、おばあちゃんに。いつも同じこと言うね、僕くん。テレビとかってなんか変わったやつやってないのかな。さあ、行くぞ。どこへ青春。みんな泣いちゃダメだぜ。いつも微妙なところで切るよね、僕くんって。あ、ちょっと待って、11時来ちゃった。マジか。またラジオ体操いけない、これ。やっぱ性格出るのかな、なんかだらしないのがバレちゃう。だらしなくないんでね、本物の僕は。リアルの僕は だらしなくないんで、お願いします、そこの理解は。よし、ま、絵日記書いて寝るか。またラジオ体操いけないんか。お、ツバメのヒナを助けたよ。危ないところだったんだ。今から大事に育てればきっと恩返ししてくれる。僕くん、ちょっとなんかどす黒くないか。恩返しのために助けたの。
はい、ということでちょっと明日はね砂糖水作ってクワガタの木にね実際に仕掛けとかねしていきたいなと思います。また明日もやるんで見てください。ということでプリッツでした。バイバイ。